こんにちはりょうです、えー、今日はね 超初心者がゼロから学ぶ IT スキルの中の中ねフリック入力ををマスターししようってててこととについて話をしていいい話きたいと思います、えー、フリック入力ね聞いたことある人いますかね、えー、フリック入力とはってことなんですけど、えー、スマホのねスマートフォンの文字の入力方法のことですよね、えー、タップで文字を入力するんじゃないかタップ多分こうポンポンポーンとこう何回も押して入力してる人も多いと思うんですねであれをタップって言うんですけどそのタップで文字を入力するのではなくて、えー、キー上で指をねスライドフリックさせて、えー、文字を高速で入力する方法なんですよね、えーこの方法で 入力しててる人っていますかねもうすでにできてる人はこの動画は必要ないんでね、えー、見なくても大丈夫です。でこの方法だとすべての文字をワンステップで入力できるんですよね。であの入力時間のすごく短縮になるんです、えー。パソコンのキーボードと一緒でこれからスマホっていうのを使うことっていうのはすごく増えると思うんで、えー、このスマホの文字のじ、えー、入力をね、えー、早くできるとすごく便利なんですよね。 で、えー、打ち間違いも少なくなるということで、えー、音声入力とかもすごく優秀なんですけど、えー、どうしてもね、こう、音声で入力できないときがあったりとか、まだまだね、使う場面っていうのは多いので、このに、えー、フリック入力をね、覚えてもらえたらいいかなと思います。えー、うちの会社のスタッフとかにも一番最初に、えー、使うようにしてもらってますね。で この例えばなんですけど、おーって打とうと思うと、皆さんね、このおー、まあこれ、こうのとこですけど、カーのとこですけど、カ、えー、こうを打とうとすると、カーを1、2、3、4、5って5回タップしてませんかね、してる人っていますかね、この中でね。で、えー、これってガラケーと同じね、パカパカの携帯と同じ入力方法なんですけど、そろそろ卒業しましょうと。こうフリック入力の場合は、えー、この上で滑らせるだけなんですよね。例えば、家業だったら、こうを打ちたい場合、カーを5回打つわけですけど、こうの場合だったら、えー、カーの上からスライド下にね、シュッと1回スラ,スライドね、フリックする だけででで、えー、もう口が入力できるんですよねで、えー、すごく便利なんですよタップでの入力の何倍も早く文字が打てるんでねミスもすごく減るとで上達する方法なんですけどまずは位置を覚えようとあいうえおの並びを覚えればねもう皆さんこう日本語はもちろん喋れる人ばかりだと思うんであいうえおの並びを覚えたらもう一緒ですよね え、母音のあとかかとかね、が中心になってくるわけですよね。で、母音が中心になってきて、例えばカーだったら、くを打ちたい場合だったら上にフリックね、K だったら右にフリックって、ピュッピュッピュッとこうね、そうやって入力してる若い子とかって見たことないですかね。そういうので、このやり方でこう入力していくとすごく早いんでね、ぜひ覚えてほしいなと思います。で、例えばなんですけど、慣れないうちはこうゆっくりでも全然大丈夫なんですけどね、え、後で話するんですけど、この、 えー、キーに指を置いて長押しするとね、こういうのが出てくるんで、慣れてきたら見なくてもできると思うんですけど、キーに指を置いて長押ししてみてください。そうするとね、こんな感じで出てくるんでね、えー、どの方向が、えー、どの文字かっていうのが出てくるんで、どうしてもわからない場合は確認して入力したらいいんですけど、もう慣れてきたら見ずにね、もうシュッシュッシュッと入力したらね、えー、大丈夫なんで。で、どうしてもこうタップでね、入力してしまうっていう時は、フリック入力のみっていう設定にしてしまおうと。 で、えー、このフリック入力のみっていう設定にした方がすごく使いやすいんですね。僕もこの設定にしてるんですけど、もうフリック入力のみの設定のが、えー、iPhone の場合ですけど、これ設定,と設定の一般のキーボードからフリックのみっていうのをオンにしたらいいんですけど、この設定をするとあのすごく便利なんですよ。ととかか,ーとか、えー、この辺がね フリックせずにに入力するるる文字が連続で打てるようになるとどういうことかっていうと、例えば、えわははって打つとき、普通だったら、わで、わを打つでしょで、はをタップして、次、はって連続して、ははって連続でタップしたいんだけど、はを2回タップするとね、ひになってしまいますよね。だから、はで1回止めて、えー、何かね、右に映るボタンとか、ちょっと時間を置いてとか、でもう1回はを打ってとかって、えー、すると思うんですけど、このフリック入力だったら、ね、タップは有効じゃないんでね。タップは、えー、この、わの、わですね、この、 ワの輪のところを例えば1回タップで歯を2回打ちたいときは歯を2回タップすればもうそれでねポンポンと歯が2回入るんですよねフリックしか使えないような設定になってるんでね、えー、そういう風にやってもらうとすごく速くなるんでちょっといまいち意味がわからないかもしれないですけど1回やってみてもらうとあのいいかなと思いますでフリック入力の練習アプリを使いましょうと、えー、たくさんあるんでねいろんなこう好きなアプリを探して特訓したらいいと思うんですけど、えー、このね えー、やつとかを使って練習したりとかしましたね。これタイピングハイツーね。ライトっていう、えー、結構有名なやつみたいなんですけど、えー、結構会社の子とかはね、こういうのを使って練習したりしてたみたいですね。この辺は全然何のアプリでも全然いいんでね、えー、やってみてもらえたらいいかなと思います。超必須スキルですってことでね。 えー、キーボードのタイピングと同じぐらい重要だと。えー、20代でだいたい60%ぐらいの使用率みたいなんですけど、あの、ぜひね、ゆっくりでもいいんで覚えてほしいです。あの、慣れればもうほとんど何も考えずにこう、シュシュシュって打てるようになるんでね、あのできない人とかでもぜひチャレンジしてみてください。あの、覚える時間は多少かかるかもしれないんですけど、あの、今後入力する時間とかを考えたらね、トータル効率がいいと思うんで、えー、頑張ってね、覚えていってほしいかなと思います。えー、ということでぜひね、チャレンジしてみてください。えー、ということで今日はちょっと短めなんですけどね、えー、ありがとうございました。